皆さんこんにちは。今日もすっきり調律をしていただきました。早速ハノンを弾いてみます。どんな曲でも楽しく弾けるととっても楽しいのです。ハノンの練習。いろんなリズムで弾けるととっても楽しいです。音程もしっかりと身につけるためにはソルフェージュが大切です。先生の弾くメロディーを真似をして歌う、弾く、これはピアノ上達には大切なことです。ハノンの練習もいろんなリズムでやってみることが指を鍛える方法です。ユニゾンやオクターブで弾いてみる、これも指をしなやかに鍛えるコツになります。早速今日も調律してもらったピアノでいろんな曲を弾いてみます。明日もどんな楽しいお話が聞けるかな。